こういうムードで話すのがぴったりの話がある。少しばかり秘密の小話を聞かせてやるよ、ロック。質問をしようか。こいつとこれ、この二つは一体何だろうね。あ、勲章と人間の骸骨だ。違うね、ロック。これは物だよ、ロック。とことん意味を還元していけば、残るのはその言葉だけだ。物っていう単語だけだ。そこんところで改めて価値をつけ直すとしたら、それは思い出なんてよまいことじゃねえ。その価値は万人が認める共通のテーマだ。金だよ。それ以外の価値なんぞ干渉だらけの戯言だ。金は神か。力さ。神よりよっぽど役に立つ。ロック、こいつを除いて何に価値を求めるんだ、あんたは。神か愛か、ファラスぜ。私がクソガキ自分に地べたを這いずり回ってたあのクソダメじゃ、どういうわけか神だの愛だのはいつも品切れでね。物のわからねえ自分には神様に泣いてすがったりしたものさ。ま、そいつを信じられたのも無実の罪でお周りに半殺しにされた夜までだ。貧乏地帯に住んでるってだけの理由だったのさ。力もねえ、神もいねえ、中国人のメスガキに頼れるものは一体何だ。そいつは金だ、そして銃だ。この二つがありゃ天下太平だ。嫌なこと聞いたな、悪かった。うるせえ。同情が欲しくて言ってんならもっと色つけて話すよ。要するに人生の刃の上じゃ大切なのはそれくらいしかねえって話だ。正常位じゃ誰もいけねえんだよ、ロック。それともう一つ、パームツリーの通りに住んでる金持ちのクソデブ、化粧を人生最大の仕事に考えるバカ女、そういったクソ偽善者たちと同じ視点であんたに話をしてほしくないんだ。仲間に陰媒扱いされるくらい辛いことはないから。だからあんたがまた正常位の話を蒸し返すなら、あんたは仲間じゃなくなるよ。その時私、あんたを殺すからね。あ、わかった。